で、一番伝えたい神髄は何か、刃物使い、刃物使い、刃物使いと、ナイフワークとナタワークでね、ナイフワーク、ナタワーク、とあとプラスアルファ火を大きく育てるという、なんだろうな、技術を習得するんではなくてその世界観を伝えるみたいな方が大きいのかなというふうに思います。でさっき言ったようにナタのその段取りどうするとかナイフ段取りどうするなんていうのはうまくやればいいと思うんですけど、一番最初に発生するのは何かって言ったら、まあみんなが普段今カレーの焚き火の時に伝えてるような、ことだよね。なんで刃物で木を割らなきゃいけないのっていうところと一緒で、今回はナタ、薪、ナイフ、マッチを使って火を起こすから新聞紙は使いません。新聞紙の代わりにじゃあ何を最初焚き付けにするの、焚き付けとは何ぞやって話もしてもらえばいいと思うんだけど、木を削んなきゃいけないですよねという話になります。でそこで出てくるのがナイフになります。でナイフで、まず削り出す時に、ちょっと端折るとまず割る作業が出てくるよね。カレーの時、野外炊事の時にやってもらってるようなまず焚き付けを作ってもらって、こういう細いの、まあまあこんぐらいでもいいんですけど、こういうのからこの削るっていう作業があります。ここからナイフワークの話になると思います。でまあ建前上手袋しろっていう話だと思うんで手袋はしましょう、手袋はしましょう。で何気に俺は刃物は石と仲が悪いから、金属とも仲が悪いからなるべくこういう風に当たったりこういう風に当たったりすることを防ぎたいので、こういうナタの置き方一つとかもわざとこういう風にちゃんと木の上に置いたりとかする。で削る時もじゃあこんなに薪ないわってなるかもしれないけど、理想はね、理想はちゃんと木の上でこうやって削り方を教えるべきだろうなという風に思ってます。でナイフワークの伝えるべきポイントは、例えば割ってすぐの木って必ずこうやって角があるので、角があるので角を上手に使って細く長い削りカスを作っていくっていうことをデモンストレーションできるといいんだろうなと思います。こうやって細く長い削りカス、こういうやつ、こういうやつを作れるナイフワークをまず身につけてほしいなと。でもちろんこれはとんがってるからできることでもあるんだけども、こうやってじゅんぐりじゅんぐり薪をこうやって回してって、こういうふうに細く長いのを作りましょうなんていうデモと言葉でやれば良いかなと。でその時に俺が伝えてるのは、刃を当ててこれをまっすぐこういうふうに下ろしていっても、もちろん切れるんだけど、切れるんだけど刃をわざと、こうじゃなくて元を上げて斜めに滑らしていくことでもっとスムーズに削れていくよって、子供たちにはこうちょっと角度をこう角度をつける、こういくんじゃなくて、そういう伝え方をしてあげるとより削りやすいんじゃないかなと思うので、そういう教え方をしています。でこれを一回伝えて子供たちにここまでやってもらえれば、これに没頭する時間になるので、ここからしばらくは自分がこれででも見せたら子供たちがこういう量を作れるまではなんつうのレクチャーして回るというか、こっちもうちょっとこうやってあげてごらんとかって言ったりで、刃を少しこうちゃんと刃が噛むように中入っていくようにやってごらんとか、こっち上げてごらんって、で力いらないからこういうふうにやってってごらんって、こういう削りカス作れると、こういう削りカス作れるとすごい変な話だけどぽいから、こういう削りカス作れるように練習をしてくれるといいかもしれない。やってくれた方が三角が綺麗に出来上がっていくので、こいつ枕になってほしいからこういう風にやってます。それはもう個々のやり方の得意分野とか教え方の得意分野で変えていいと思う、ね。今おっぱい飲んでるね、だいぶ大きくなってきたね、あ離乳食食べられるようになったね、じゃあかぼちゃ潰したのをこうやってあげようかみたいな、そういうストーリーはちょっと恥ずかしいから自分で考えてで、こういうふうに、あとはもう野外炊事の時と一緒、こうやってちょっとずつ食べさせていくよっていう話をしてください。次にだからこう細いやつ、次に太いやつみたいな、
まあ、一緒にご飯も食べれるようになってきたから、ちょっと柔らかめに炊いたご飯もこうやってあげると、赤ちゃんだんだん育ってきたね、子供になってきたね、あげて、今度こうやってなんかちょっと茹でたお肉みたいなのも食べられるようになってきたねみたいな話をしてあげて、こうやってちょっとずつちょっとずつ作っていこう。でしばらくこうやって待って、なんか適当にいろんなお話をして、ここまで育ってくると火は簡単にはもう消えませんっていう話をして、じゃあ最後こうやってカツ丼乗せてあげてようかみたいな、ね、話をして、で喋りながら火は勝手に移って大きくなってってくれるから、これが火を育てるっていうことだよっていうのを見せて、あとはもうここでやってもらうっていうデモンストレーションのやり方でやっているというか、多分やると思います。以上。撮影されている。ここでやる？お姉さん、もっと平らなところでやる。うん。それちょっとセンスないわ。あれこれなんだ。平らなところ。わあ、結構サクルだったな。俺中学生の前でやらされて、全然燃え上がらない時あった。すごい。木が湿ってて全部。あ、今日過ぎたのをやると社員研修でも使える。ああ